はい、えー、皆さん、おはようございます。かぶくんです。えー、っと、今、朝起きました。はい、えー、BNW ホラークさんからかぶくん即をいただきました。ありがとうございます。えー、イタリアで開催のエーニャスプリングトロフィー2022年、これが4月の7日から10日ですね。なので、今日からでございますよ。今日からでございます。えー、が行われるということです。はい。 これはチャレンジャーズシリーズでいいのかなうん。で、えー、それによると、島田真央選手がノービス A 女子で出場してくるということでございます。で、えー、島田真央ちゃんがついに初の国際大会デビューということですね。で、えー、ジュニア女子は田中沙織選手、田中選手かな田中選手、そしてシニア女子は吉田花選手、そして千葉萌寧選手が出場してきます。で、シニア男子は 三宅選手、ジュニアは片井瀬選手、えー、そして吉岡選手が出場してくるということでございます、はい。ありがとうございます。この試合はチャレンジャーズシリーズでいいのかなうん、楽しみですね。あのまあ、時間帯はちょっと分かんないんですけど、えー、とりあえず今日からね、えー、始まるということでございますね。はいまあ、特に島田真央選手は4回転トーループに加えて、まあ、最近、 トリプルアクセルを比較的高い GOE を獲得して決めています。要はトリプルアクセルと4回転が比較的安定して決めることができるというね、すごいこう選手なんで、えー、注目でございますね。はい。そして吉田花選手も楽しみですね。うん。彼女は、あのー、さっきの大会だったかな。バーバリアンブちょ名前忘れましたけど、えー、内容良かったんですよね。 うん、なので、えー、非常に楽しみですし、まあ、トリプルアクセル持ってますからね。で、千葉萌寧選手も、えー、っと、とても楽しみですね、うん。彼女も花がありますからね。で、三宅選手は今季、まあ、本当、新人賞を獲得してもいいんじゃないかなっていうぐらいの、えー、質の高さを、あのー、頭角を表してますからね。はい。そんな感じです、ね。片井瀬選手と えー、田中選手はちゃんと見たことないんで、えー、見ていきたいと思います。吉岡選手は見たことあるんですけど、ちょっと最近見てなかったんで、あのー、4回転ジャンプが得意だったかなっていうイメージはあるんですけど、えー、ちょっと見ていきたいと思っております。はい、というわけで、BNA ホロワークさんありがとうございます。歌舞伎の速報でした